アビラテロンは、プレドニゾンと組み合わせて、転移のある虚勢抵抗性前立腺がんの治療に用いられる薬である。アビラテロン酢酸エステルというプロドラッグの状態で処方される。アビラテロンは6ヶ月の審査を経て、アメリカ食品医薬品局によって2011年4月に認可された。日本では審査期間11ヶ月で2014年7月に認可された。 第3章比較臨床試験において生存期間の中央値をプラセボ群の10.9ヶ月に対して14.8ヶ月に延長し、この臨床試験はこの成功に基づいて中止された。アビラテロンは遠隔転移を有する巨勢抵抗性前立腺がんの治療にプレドニゾロンと併用される。米国 FDA で2011年4月28日、 欧州エマで2011年9月23日、英国マラで2011年9月5日、欧州トガで2012年3月1日に、日本 MHLW で2014年7月4日に、承認された。欧州では、アビラテロンをプレドニゾン、またはプレドニゾロンと併用して、MCRPC の治療に用いると医薬品、給付制度の対象となる。アビラテロンは、清掃。 副人、前立腺腫瘍に発現する 17α、ヒドロキシラーゼ、C17、20リアーゼ、17、20デスモラーゼを阻害する。サイプ17は次の2つの過程を触媒する。プレグネノロン及びプロゲステロンの 17α、ヒドロキシルカその次の C17、20リアーゼ活性による、デヒドロエピアンドロステロン及びアンドロステンジオンの生成である。 あとアンドロステロンはアンドロゲンであり、テストステロンの先具体である。したがって、サイプ17活性を阻害することで、血中テストステロン量を低下させることができる。海外では、一般的な事項の他に、下記のように禁忌が定められている。日本の添付文書には、重度の換気の障害患者が禁忌として、設定されている。日本の添付文書に記載されている重大な副作用は、 心障害、肝機能障害、低下流無血症、血小板減少、黄門筋誘解症である。日本での治験時の副作用発現率は四四十八点パーセントであり、主な副作用は AST 増加、ALT 増加、低下流無血症等であった。海外大 3I 臨床試験での副作用発現率は七十四点三パーセントであり、主な副作用は疲労、ホテリ、 低カリウム血症等であった。蛍光灯予後、製在中の不活性型の全区体である作酸、アビラテロンは、活性型のアビラテロンに変換される。この変換はおそらくサイプではなく、エステラーゼによって触媒される。食物と共に摂取すると吸収が増加し、曝露レベルが大幅にばらつく。この薬は、食事の2時間以上前1時間以上後に飲むべきである。 この薬は99%以上タンパクに結合して存在し、肝臓でサイプ 3A4 とすると 2A1 によって不活性な物質に代謝される。排泄は糞に約88%尿に約5%排出され、半減期は12プラスマイナス5時間である。アビラテロンはサイプ 3A4 で代謝されるので強いサイプ 3A4 誘導薬。 または阻害薬と併用することは望ましくない。サイプ 1A2、サイプ 2C9、サイプ 3A4 の阻害作用があるので、これらの機質となる薬剤は併用すべきでない。1990年代初め、ロンドンで前立腺がん治療薬の探索が始まった。出発物質はケトコナゾールであった。アビラテロンは、より有効性の高い物質として1993年に、 特許が出願され、受理された。最初の臨床試験は2004年に開始された。2007年に、科学療法未治療の患者に対する臨床試験で、70%の患者で、アビラテロン酢酸エステルが PSA を減少、腫瘍を縮小、症状を軽減、LDH を正常化し、放射線治療と同様に有効であることが示された。 しかし2008年には未だ長期使用時のベネフィットが明らかではないとも言われていた。2つの第2愛印象試験の結果、アビラテロンは PSA を減少させ、使用を縮小することが示された。第2章試験の21人の患者の多くが QOL の著しい向上を示し、数人は骨転移による疼痛管理のためのモルヒネ投与を中止できた。 平均すると無増悪生存期間は、化学療法基地療群では161日延長し、未治療群では236日延長していた。化学療法未治療患者に対する第、通愛臨床試験での PSA 無増悪期間は337日、ドセータキセル基地療の患者に対する第、通愛臨床試験での PSA 無増悪期間は169日であった。 新行乳癌に対する大愛、2リ臨床試験が進行中である。小規模な試験の結果、腫瘍が前立腺組織内に止まっている場合は、アビラテロンは1、3の患者で腫瘍が消失、またはほぼ消失したと報じられた。ドセタキセル基治療の患者に対する大、3アイリ臨床試験は2008年に始まった。並行して、化学療法未治療の巨生抵抗性前立腺癌に、 対する疑悪対象無作為課題、3I 印象試験の登録が2009年4月に開始された。2010年9月には、ドセタキセル基地療軍試験の中間解析が、独立委員会により実施された。結果は良好であり、半数に偽薬を投与することが非倫理的で、あるとして全ての患者にアビラテロンが投与開始された。全生存期間は14.8ヶ月で、 疑悪群よりも3.9ヶ月延長していた。科学治療未治療の遠隔転移を有する、虚勢抵抗性前立腺がんに対する二重盲検、無作為課題、3I 臨床試験が実施され、1088人の患者がアビラテロン酢酸エステルプレドニゾン、または疑悪プレドニゾンに割り付けられた。毒影による無造悪生存期間は、 AP 軍16.5ヶ月 VSPP 群8.3ヶ月0.45から 0.62P0.001 であった。中央値22.2ヶ月の追跡で AP 軍の全生存期間は PP 群より優位に延長していた。2012年12月に FDA により追加承認された。ありがとうございます。